この二人可愛いと思うけど、ロリコンではないに対する一般先生たちの反応集。この二人、そろそろ本格的にイベントかなんかで絡んでほしい。JK さんの格好にしては、女児的すぎるのでは？この二人可愛いと思うけど、ロリコンではない。ロリコンはこういうこと言う。中身にロリ要素あまりないからな。この二人は、背の小さい大人として見てるところあるからな。声がロリ系の演技じゃないからね。だからこの二人でしこっても正常。キボトスでも、トップクラスの責任感と論理感を持つ二人だからな。あんまり子供として見れない。でも星野は水族館に行くとお魚ダーするし、ひなも先生がはしゃぐともう先生ったらする。かわいいね。こんなおじさんも、一年はあんな感じだから脳がバグってくる。デートの待ち合わせに白ワンピおじさんがいたら、声かける前に泣いてしまう。ひなちゃん頑張って選んだんだろうなって。サムネのまま、立ち絵実装してもいいくらい可愛い。私服として普通に実装してほしい。先生と並ぶと肩より頭低いんだよな。星野 ASMR 来ないかな。画像を描いた人の詳細を教えておくれ。またのんき先生だって聞いてる。本当かどうかは知らない。マリーのスケベ本はしこれた。イロハもウサギもエロかった。本人が言った。そうだね。ここに優香を足せば、キボトス人気生徒トップ3。ヒナが一方的に星野に矢印向いてるだけで、星野からは他校の生徒 A でしかないからな。元ネタが宿敵同士のホルスと、セトバールだから、いずれ絡むと思うんだけどね。一番くじは、白子ひふみ社長は普段の雰囲気だったのに、この二人だけ普段と違う雰囲気で露骨に可愛く描かれてるのがずる。二人とも三年生なんだよな。早く一番くじやらせろ。私服ひなちゃんアイテム出るまでやるから。小学生高学年がおしゃれしたように見える。高3でクジラのポーチがね。自分の外見とかを考えた上で、それにしてるなら結構作詞なのでは。さすがに可愛すぎ。クジラのポーチからして小学生なのでは？なんて華奢な体なんだ。こんな子がキボトス最強格なんて。だけどビナーのヤバいビームは難なく防ぐ。この二人が死ぬ世界線じゃなくて本当に良かった。心が壊れた方と、心が壊れそうな方。おじさんのこの服装は4人がアーダコーダイって考えてくれたと思ってる。あっこれ俺の妄想の話ね。おじさんは委員会のみんなに内緒でデートしてそう。今年は星のイヤーになる気がしてる。過去おじ頼むぞ。唐突にひなちゃんフェス限定ひなイヤーでもいいよ。過去おじはフェス後の限定で実装してほしい。ひなちゃん3着目はいつ来てもおかしくないとは思ってる。ひな星のはいつでも3着目リーチ状態だと思ってる。今年はゲヘナの年だぜ。ひなちゃんは愛用品で水着がかなり強くなったけど、明確に壊れな強さが欲しい。この二人とダブルデートしたい。ひな ASMR は良いものでござった。エチな本を書くと、公式に仕事がもらえるってこと？ひなと星野の本はたくさんあるけど、ひな星野本はめったに見ない。原作で絡みほとんどないし、作画カロリーが高すぎるし。この二人と猿のように盛り合う世界線もいいんじゃないでしょうか。ひなはともかくおじさんはロリではなく身長の低い女性だと思う。めちゃくちゃ好き。二人の水着メモロビを見ると、むっちりしてる星野に対して、骨張った体型のひなちゃんと背は同じくらいだけど肉付きが違う。おじさんも最強格の一人でいいのかな。異様に硬い。それ以上に意志が強い。ひなはマジでガリッガリよね。水ひなちゃん見てると細すぎて心配になる。一物は興奮してたけど、おじさんの過去編で絡んでほしい。あわよくば一戦交えてほしい。過去おじ編やったら一年ひなちゃん見れるかもしれん。情報部時代にアビドスを担当して、二人しかいない状況に愕然としてほしい。ひなちゃんにくくえ。互いに名前呼びできる関係になれ。ひなちゃんはアニメでもアビドスと出会って、開口一番高なし星野はいないの？だからかなり意識はしてそう。おじさんむっちりしてるな。右は左のファンガールなの？目の前にすると、アビドスの副会長って呼ぶのに、いないと高梨星の呼びになる。星野の風紀委員長ちゃんいいよね。さすがにアニバ限定経験済みの星野が3周年はないと思うけど、ヒナは十分あり得る。アンケートの星衣装に魔法少女ってあったけど、この二人が着るのかなり適任では？星野の過去の活躍を、アビドス以外で唯一知ってる生徒だもんなヒナちゃん。そりゃなんか思うところはある。このゲーム3年生がめちゃ強になりがちなイメージあったけど、ドンピシャでサムネ2人が要因かも。シェンシェード尿。
百鬼夜行の忍者収筆頭。生徒会直轄の鬼は番だこれ。なんかヒナがイロハと対比させられるけど、こう見るとヒナと星野が対になってるな。それは単なるネタだし、ヒナ星野はどこかでがっつり絡むんだと思ってる。そのための布石がたくさんある。最強無敵のヒナちゃんが、本物の天才って呼ぶのどんだけすごかったんだ。間に挟まれて、多分戦場真っただ中でもなんとかなる。ヒナと星野がデートしたのって公式だっけ。大体組織のトップが3年でめちゃくちゃ強いから、3年強いは別に間違ってないと思う。基本学年で強さ決まってるから、むしろ1年の頃の方が強かったおじさんが企画外だったのはわかる。どっちも面倒くさそう。二股したい。ちょうど他校同士の絡みを専門としたストーリー枠がありますよね。今の3年が卒業したら勢力図だいぶ変わりそう。この二人を好きだと言ったらロリコンと勘違いされて困る。高梨星野はね、誰よりも強くなきゃいけないし、先輩の死を乗り越えて戦えるし、誰にも弱さを見せないの。ひなちゃんが星野の強火のファンというのはあり得る。キボトスにおける設定的な意味での強者の条件って、攻撃能力よりも防御力とか継戦能力の方が重要視されてる気がするの。他作品と比べてちょっと珍しいなと思う。まあキボトス人の腕力でハンマーとかナイフとかまともに持ち出されても、絵面がえぐくなるだけだし。銃なら威力は限度があるから。基本的に戦闘手段は銃器だから、攻撃能力の方は発展のさせようがそんなにない気がする。最強格は戦闘面以上に心が強い。おじさんがホルスはメインでも出てきたけど、ヒナって言及あったっけ？スキルの名前が明らかにバール由来。ヒナちゃんって美少女じゃない？お魚だーって楽しんでいる星野と先生。そこへ食材目当てに襲撃してきた美食が。おじさんの強さは、まず若者やり合えてるだけで普通の生徒よりすごいんだ。そっちより当たったら蒸発するビナービーム受けられる方がわかりやすい気がする。壁壊しよりよっぽどヤバさがわかるからね。強いやつは、基本か大回復が異常に早いは割と描写されるけど、攻撃力に関しては10以上のもの出てこないね。お魚だー。高梨星野？お魚だー。もう先生言ったら、ビナービームのダメがよく語られてるけど、その直前に後輩の前にすっと移動するシーンも超かっこいいんよ。降臨大祭でも似たようなムーブしてたおじさん。一年おじさんどんだけ強かったんだよ。あ、先生、ビナーのビームには気をつけて。捨て頃での怪力だとミカとアリスがやばい。モチーフわかってるのって、おじさんホルスト、ノノミネフティスト、シロコアヌビスト、アルチャンベリアルト、ヒナバールと、マコトハヌマーンくらい？ミカミカエルもあったか。中二病だったカズサとかはともかく、ヒナちゃんどうして、武器に終幕イコールエッシュ、ボシェテなんて名前を。アビドスの連動が高いのは、星野がなんやかんや戦闘技術叩き込んでるから説。毎日ヘルメット弾とカイザーと殴り合ってるから説。もはや両方説。団長がミネルバとか他にもあるよ。おじさんが夜の見回りでトラブルに当たった時どう解決するかみたいよ。ミカの脊柱折りが現時点での最高火力。かな？エジプト系で猫だしセリカってバステトとかかな。アヤネが元ネタさっぱりわからん。ヒナと星野がガチャタイトルで対になってるんだっけ。なんなら工場ガチャの画面も最後一緒に映る。最終編とかでチラッと顔を覗かせる真剣おじさんかっこいいよ。おじさん、ホルス、シロコ、アヌビス、ノノミ、ネフテス、セリカ、セクメト、アヤネ、トウト。元ネタ当てはノートあたり探せば見つかるだろ。